本日午後3時に東京地裁に東電株主代表訴訟を起こしました。訴状はこれでございます。先ほどこれを東京地裁の事件係受付に提出してまいりました。原告は株主が42名、被告はですね、事故当時の取締役および平成14年以降の社長、会長、それから原発担当取締役、合計27人でございます。次に、請求金額は5兆5000飛んで45億であります。これは東電経営財務調査委員会、これ政府の選んだ第三者委員会ですけど、ここの試算によるもので、私どもが当てずっぽで書いたわけではありません。でこれはこの金額はですね、史上最高額ということになります。これ以上の請求を立てた訴訟は今まで日本ではないというふうに考えております。これがですね、地震の世界の分布図です。で、これを見るとですね、日本がですね、地形がわからないぐらいドットが集まっていることがお分かりだと思います。少なく見ても世界平均の30倍、33倍、多く見ると130倍ぐらいの率で、日本は地震が他国よりも圧倒的に多いというわけです。でそれに対してですね、もう一つ次のページをめくっていただいて、9ページを見ていただくとですね、これは世界の原発の分布図です。でこの地震の分布図と原発の分布図を合わせたものがこの3つ目の赤と黒のあれで、赤がですね地震の分布、黒が原発の分布です。で赤と黒が重なっているところは日本しかありません。すなわち別の言葉で言うと、地震が頻発するところで原発を盛んにやっているのは日本しかないということですね。で、このことをですね、一番初めに掲げてあります。それで原発というのは、僕中入りましたけど、無数のスイッチと無数の配線と無数の IC とですね、無数の電気スイッチと、それによってできている巨大精密機械です。ですからデジタル時計やデジタル時計とか携帯電話が水や衝撃に弱いのと同じように、原発は水と衝撃に弱い。だから日本だけはやっちゃいけないんだということが頭に書いてあります。一番左の欄に、この株主運動の人たちがどういう警告を出して、毎回株主総会で警告を出していたかということ、それからもっと重要なのはですね、この真ん中にですね、各種研究報告が出ていた。そして東電はそれらにどういうふうに対応したかということが全部書いてありますが、まあ一番分かりやすく言うとですね、2008年春、ここです。ここでですね、東電の内部で 15.7 メートルの津波が来る可能性があるぞっていう研究が出て、そして吉田所長と武藤さんと竹黒さんにきちんと報告されているのに、それを完全に握りつぶしたということがあります。でそのことをですね、この一覧表を見ながらよく皆さん読んでもらいたいと思います。いかに東電がですね、あらゆる社内外の警告を黙殺し無視し、そして事故を迎えたかということが書いてあります。でこのことがですね、一番分かりやすい東電の役員たちの個人責任の原因になるというふうに考えておりま ります。この訴訟の目的、狙いは何かということで、これはですね、要するに日本では個人責任を取らせないと何も変わらないというふうに私どもは考えて、個人の責任を問うということをきちんとやろうということでございます。で、個人の責任を追及することによって、原発業界における集団無責任体制を是正したい。これが私たちの狙いです。で、もっと言うと、個人責任の追及によって、原発再稼働を阻止したい。他の電力会社の取締役も、再稼働をして、重大事故を起こしたら株主代表訴訟が起きるんだぞということを覚悟してほしいということを申し上げたい。そういうことのためにこの訴訟を起こしました。で、この最終ページをご覧いただきたいと思うんですが、
39ページ見てください、39、40ページですね、この事故によってですね、被害者は生命、身体、財産上の重大な損害を被り、職を失い、家を失い、土地を失い、故郷を失い、人生を不本意に変えられ、コミュニティや家庭を分裂させられ、生きる希望を失った。非常な絶望感を味わっている。そういう途端の苦しみの中にいる。で、この被害の最大の責任者は、東電の取締役です。でも、東電の取締役は、個人的には全く財産上の責任も、刑事上の責任も、もっと言えば社会的責任も取っていません。社会的責任というのは辞任することだと思いますけど、辞任もまずまだほとんどしてないじゃないですか。で、そのこのまま推移すると、被告らの大部分の人は何事もなかったように円満に定年退職して多額の退職金をもらって関連法人に天下りして安楽な人生を送るということになると思います。で、これからはさすがにそんな甘くはいかないかもしれないけど、少なくとももうすでに退職している方たちについてはその通りです。その人たちは本当にハッピーな晩年を送るんだと思いますが、果たしてそれでいいのかということでございます。で、それでは原発被災者の人たちの人生と比べてあまりにバランスを失して不公平だと。したがって私たちはこの裁判で、お金を東電に入っ、お金が東電に入ったら、そのお金は全額被災者のために使ってほしいと、使うべきであるということも訴状の中に書いてあります。日本をですね、原発のない国にするには、電力会社の役員が個人的に自分の頭で考え、自分の個人的な責任のことも考えて原発を動かすか動かさないかと考えていただくことが一番大事で、日本の原発を全部止めるのに一番いい方法だ。で、実際に再稼働の手続きの最終の過程は何かっていうとですね、各電力会社の取締役会です。そこでさあ再稼働するぞしないぞということが決議されるんです。そこで今までみたいに社長が言うことだから仕方がないとか、俺はよくわかんないからまあハンコ押すかとか、まあ先輩がやってきたし国もやれと言うからまあいいかというような集団無責任体制で再稼働後のハンコを押してもらっては困ると。うっかり再稼働して事故が起きてたら、あなた方に個人的な責任追及がいきますよということが分かってほしい。それがですね、日本の原発を根本的に止めていくことの非常に有力な手段だと考えて、私たちはこういう訴訟を起こしたわけです。私の方から以上でご説明を終わります。福島原発の事故が起こってから1年経った。ところが自己責任、それと賠償責任で経営責任、企業責任、社会的な責任というこの3つについて果たして誰が取ったんでしょうか。全く取られてないんですね。清水社長から武藤副社長などは辞任をしてますけども、決して責任を取って辞めたというようなことではないわけです。それで1年経ってますが、皆さんもまた自然が一生懸命警告しているわけです。1年後にまた同じような事故が、地震が、震災が起こるよという警告をこのところかなり発しています。皆さんもやっぱり同じですね。非常に危機感があるんだと思うんです。この危機感に対して東電は何て言ったか。同じ地震が来ても大丈夫だよ。何が大丈夫なのか。あの壊れた原発が再び震災に遭った時に大丈夫だって言ってるわけですよ。何を根拠に言ってるかと、写真で撮ったような、それでもって強度計算をしていると、だから大丈夫だと言っている。これを言っている東電もそうだし、言わせている原子力体制、行政、そういったものについても私は非常に不信感を持ちます。疑問を持ちます。賠償責任というのはどうなっているのかと言ったときに、この先ほど出ましたように、東電の経営財務調査委員会の報告によれば、2年間で4兆5000億、これの賠償が必要だよというふうに認める。これに基づいて東電は交付金の請求をしました。それで約2兆円の交付金が降りることになっています。ところがもう1年経つんですが、東電が支払った
損害賠償金はたったのですね3700億ですよ。じゃあ1億5000億ぐらいはどこ行っちゃったの。東電の懐に入ったままなの。なんでこんなことが起こるのか。要するに東電に対しては交付金は前払いで払われるわけですよ。ところが損害賠償者に対して請求者に対しては3ヶ月の後払いで払われるわけですよ。こんなバカな話がありますか。それだけ一生懸命皆さんが考えて、いや損害賠償はやっぱり払うべきだろうと、国民が払ってもいいだろうというにもかかわらず、東電は一銭も今まで出していません。損害賠償金を全部税金です。こんなことがあっていいんですか。一義的責任があるという東電が自己責任も取らず、賠償責任も取らず、それで今このままになってるわけですよ。こんなことが果たして許されるのか。それでじゃあ経営者、先ほど河合弁護士が言ったように経営者責任とも捉えてない、企業責任も捉えてない、東電はもう破綻企業です。やはり思っていることをきちんとやっぱりしたいと思いますので、この訴訟を起こしました。東電の原発審査についてはですね、私たちはいろんな報告書の中では多分出されていない地震による原発損傷ということを前面に一つは出しているということを強調しておきます。これまでの地震津波の想定を電力会社によって不当にねじ曲げられてきた結果、本来なされるべきであったであろう地震防災津波防災が不当に阻害をされてきた、このことがほぼ証明されてきたろうと思います。典型的な例を言うならば、今回の上岸地震に関して再来の可能性は低いということを文部科学省に申し入れをしたのは東京電力、東北電力、日本原子力発電です。この3社によって、本来ならば名取市など閖上地区においてはもうほとんど防災堤防ないですよね。そういったところについて、こんな津波が来るとは思わなかったと、5キロも内陸に侵攻するような津波が来るとは誰も住民の人たちは思っていませんでした。こういうことになった最大の理由は、すでに2002年の段階で、少なくても三陸から房総にかけての地震活動の長期評価において、上岸地震を想定とした巨大津波が襲ってくるということが言われていたにもかかわらず、それが電力会社が自分たちの原子力発電の推進のために、阻害される要因であるということで、これをねじ曲げ、不当にねじ曲げて、その情報を知ることができた自治体であったならば、少なくてもある程度の防災対策が取れたであろうことを、妨害したということになります。文部科学省はそれを受けてしまって、それをねじ曲げられた結果、再来の可能性が低いということを記載してしまったがために、そのことが警告に最終的にはならなかったということになりますから、これは非常に重大な犯罪的行為でありまして、それを原子力発電を推進している電力会社がそれも揃って3社やったということは、これは他の地域においても同じことが行われていると考えられますので、これを警告として突きつけないと、今後原子力も含めて地震津波の災害は各地域で重大な影響を与えるであろうということが考えられます。そのことに対する警告としてでも、このような行為が行われてきたということをですね、この裁判を通じて明らかにしていきたいと思っております。以上です。